はい、こんにちは。パラエスラフコが井手道場の井手です。キューピーです。そしてここはい、木山町長松田でございます。皆さんこんにちは。はい、あの久しぶりなのかな。いやいや、先週はありましたね、はい、あのだけどあの暑い上にあの雨、そうまた雨がすごかったですね。大変だったですよ。4時にあの対策本部開いて、はい、うん、あの避難所開設してね、溢れました。あの朝の4時ですよ。朝の4時ですか、うん。なんかまあ、中川の方もアラートがもう 3,4 回深夜になったらしくて、うん、で久留米もまた大変だったじゃないですか、うん、であと自分中津、うん、行ってて山系、うん、山国川奥山とかね、うん、そうです。もうあの橋にもうザバーっとなって、うん、もう大変 で1回練習飛びましたもんね。さすがにもう体育館とか、うん、あの避難場所になりまして。あ、そうなんですね。して、うん、でその大変な時に自分あの名古屋の方にアジア選手権で行って、なんかでニュース見たら、ご子息が準優勝してましたよね。ありがとうございます。おめでとうございます。一応あの、まあ、自分もすごいなと思いました。息子だから、アダルトの黒帯のルースター級で一応決勝までは行ったというのは事実です。何回勝ったんですか。じゃあ2回ぐらい勝ってますね。で決勝で 2-0 で敗れて、うん、あ 4-2 やったかな2-0 か、うん、かまあまだまだ実力差はありますけど、うん、で、こんなことならちょっと今度アメリカに仕事行くので、うん、アメリカの試合も出てくると今日なんか連絡があったんで、うん、それは行けるなら行った方がいいよねって言って、うん、頑張れという応援はしますよ、うん、はい、すごいですね、はい、すごいことですね、で、あとうちの道場からも2人出て全員決勝まで行ったんですけど準優勝で、また、あ、一応ちゃんとメダルを取って帰ってきたということで、はい、みんな決勝まで行ったんですか。すごいですね。決勝まで行きました。すごいですね、はい、だけど恐るべき来年はじゃあみんなで金メダル目指そうというふうに言ってるので、あのまた来年も行きたいと思います、みんなで、はいはいはい、まあちょっとやっぱ大会が増えていって、こういう大きいアジアとか、うん、で10月とか全日本あるので、うん、やっぱこういう大会をみんなモチベーションにして、うん、まあ、練習して、まあ、充実が盛り上がればということで、うん、でパラエストラ井手道場がいよいよね、全国、今も全国ですけど、さらにさらに さらに世界に向かって、世界に、はい、あのどこの道場もね、うん、まあ、あの頑張ってると思いますけど、うん、まあ、私も頑張りたいと思います、うん、で8月の27日、はいはい、2回目の締め切り、はい、終わりました、はい、251名今のところなんか少ないですね。大丈夫ですか。いや、まあまだ大丈夫です。今言っちゃって今だって、まあ、じゃあこの数字は事実ですので仕方ないですけど、ね、そうですか、はい、大抵300で、まあ、400はいくと思います。あ、そうですか、うん、500に近づけば、まあ、8月はいいのかなという感じでは、うん、私は見てますよ、うんうん、それでもすごい数字なんですよ、実を言うと。いやいや、500人キャスはあの、うん、いいんでしょうけど、うんうん、今250だったら。あ、だけど、新情報で内柴さんが出ますよ。あのクインテッドで内柴さんがグラップリングの試合を東京でするので、はい、その前にいっぺんちょっと木山で、うん、あのグラップリングの試合出て、うん、ちょっとグラップリングって何ですか。脳技っていうやつです。あ、脳技ですね、うん、あのちょっと調整したいということで、もうぜひぜひっていう感じで、だからもあのエントリーされましたら皆さん内柴さんに言ってください。内柴さんは嫌がるでしょうけどそんなに混んでいいって言って、あみんな内柴さんとやりたいもんですよ ね、 あ、そうですね、戦いたいと思うんですけど、はい、クインテットはあれなんですよ、あの桜庭さんの息子さんと戦うんですよ。桜庭、うん、桜庭さんの、はい、だから桜庭ジュニアって言われてるんですけど、桜庭ジュニアさんがジュニアさんっておかしいね、が何歳なのか私はちょっとわからないですけど、きっとだけど強いと思います。そうですね、うん、もう全盛期の桜庭すごかったですよね、うん、それの息子さんですから、嬉しい充実に、ねね、立ち向かれたのは桜庭だけだったですよね。そうですね、うん、もうそういう印象もバッチリ残してるし、あと家臣が石なんとかさん、あの、プロレスラーで、あの石山やったかな、あの家臣っていう、うん、あの、剣道家臣じゃなくて違うですね、うん、あ、本当ですか、うん、で彼もあのグレイシーを破ってましたね。でも桜庭さんのイメージの方がやっぱり一番、うん、強いですよね。強烈だったと思うので、全盛期、うんうん、はい、は強かったですよね。はい、本当にね。そうの息子さん。でジュニアらしいんで、だってレスリングとかね、うん、ベースにあって強いんだと思います。うん、ちょっとこれはちょっと注目の一戦だと思います、うんうん。そして地元で言いますとですね、うん、ちょっと今日今さっきあのちょっとホットステーション行った時に、はい、あの。ポスターをもらってきたんですけど、はい、あの大体来ると思いますけど、はい、あの中西隆二さん、はい、あのおなじみの、はい、8月19日がここです、
ここですって言っても立ち洗いの小さな菜園ライブっていうところで、はいはい、やります、はい、ただこのアラン・ソーさん、うん、はい、っていうのもあの 同級らしくて有名らしいです。でこの9月16日が木山です、ね、そうライブステージ木山であります、はいはいはい、9月16日これも土曜日、はい、こっちも土曜日ですけどね、だから時間帯はちょうどお昼時に近いのかな、うん、はい、ありますので、またあの来た時はギター片手に来ると思いますので、うん、その時はよろしくお願いします、はいはい、もう中西さん、はい、ね、よろしくお願いします。そして、はい、そしてあの町のメインの、はいはい、今週末に迫りました土曜日ですね、紀ノ国祭、8月22日紀ノ国祭り、はい、ドブロックが3時からはい、はい、どんな感じですか、もう歌って踊って、はい、もう様々な1時間たっぷり、 たっぷりオンステージを、はい、はい、もうもう何回目ですかね、もういやもう36回って書いてますね、はい、あのドブロックが何回来てるかな、5回ぐらい来てますかね今ね、あもう紀ノ国祭り、はい、だけでもうじゃあもうレギュラー的な存在ですね最近はもうレギュラーに近いような感じになりますね、あもう、うん、これがあのだからまあ、あたくちょっと天気が悪いっていう噂を聞いたので、あ、そうですか、土曜日週末日は、はい、雨の中のドブロックという雨ですか、いいかもしれないですね、いや良くない、うん、だって晴れ男なんですけどね、あ本当ですか、はい、じゃあもしかしたらここだけ、ねね、木山だけ晴れるかも、年力をちょっと頑張ってく、あの風邪ひかないようにってやつで、うん、大丈夫ですか、体調とかもまだまだ元気ですか、今はエミューを食って、もう今はもう完璧です、エミューを食べて、はいはい、いやこれまたいただきましたこれは豪華ですね今日のはね、おしゃべ玄米ですよ、玄米にエミューとメンチカツで、うん、ねもうバッチシですね、スパゲティもついてです、ね、はい、免疫力バッチリで、もう入江料理長の愛情弁当、うん、愛情弁当で、はい、ね、はい、うん、雨ですか今度土曜日聞いてなかった、聞いてなかった、聞いてないよ、私の情報ではだからキャンプ行くつもりの人が、うん、キャンプ行けないかもしれないっていう話を聞いたんで、うん、あ週末雨なんですねって話はした、そうですか、雨降ったら練習来ますみたいな感じでなんか、うん、ちょっとショック、ちょっとショック、マジですか、うん、知らなかったですか、うん、まあいやちゅうか、あのほら自分の晴れ伝説を信じてるので、あだけどもしかしたら雨が降るなんて考えてもいなかった、もしかしたらだけど逃げるかもしれないですよ、いやいやわからんこれはやっぱり最近天気予報当たりますからね、そうですね、うん、ちょっとやばいぐらい雨、まずいですね、こんな降るなよというぐらいね、ちょっと殺人的な雨も降ってるんで、うん、気をつけてください、だけど殺人的な暑さでもあるので、うん、ちょっと極端すぎますね、うん、もう皆さんあの帽子かぶってね、あの水分補給してください、うん、あのドブロックでは、ドブロックじゃないや、あの紀ノ国祭りではちゃんと、うん、あの飲める場所とかもあるんですか、あもうあのまさにまさにあの何ですか、あのストリートを全部こう開放してもう車は一切、お店もあって、はい、店歩行者天国の中で、あなるほど、あのもうあのまあ居酒屋がこうオープンするという、はい、もう生ビールから始まってね、うん、あの全然暑かったら皆さんガンガン飲んでください、水銀ソーダとかねはい、はい、すごい、あジンですね、あいいですね、サントリーのね、はい、とかもう本当にじゃあもうおつまみもね、エミューから始まって何でもありますんでね、お祭りで雨が降ると大変ですねなんか落ち込んでますね、なんかさっきのあの200数十人でちょっと私ががっかりしたので、いやいじめてませんよ、いやいや、あのちょっと天気には勝てないですよ、天気には勝てないだけど楽しみにしておきます、あのだけど土曜日ですもんね、土曜日ですよ、日曜日じゃなかったですかね、何がですか、土曜日の夜から日曜日かな、うん、雨が、うん、だからギリギリじゃないですかいやちょっと後でチェックしておきます、ね、そうですね、時間帯もあるので、はい、まあお昼ぐらいは全然良かったりもすると思うんで、はい、5時ぐらい、あの一番人出が多くなるのが6時ぐらいなんですね、あ夕方か、18時、夕方ちょっとあのなんかこれ祈祷した方がいいんじゃないですか、こうやってだから祈祷って逆に雨降れの方かもしれないからですね、うん、やめた方がいいのかな、はい、まあ、ちょっとここははいはい、てるてる坊主で、はい、そうそう、てるてる坊主しかないですね、はいはい、あの週末をちょっと皆さん見守っていてください、はい、よろしくお願いします、また来週来ます、はい、また来週お話聞きます、はい、土曜日は晴れますように、はい